はい、皆さんこんにちは。前回はですね、はい、話だけで終わってしまったんですけど、今回はですね、はい、まあ僕の私物ですけど、はいはい、を持ってきて、うん、具体的にこんなイメージが、うん、ミリタリーだよとか、うん、アーミーだよとか、うん、ネイビーだよ、うん、エアホースだよっていうのをやっていきたいと思いますので、うんうん、ぜひ参考にしてみてください。はい、はい、それでは、はい、早速やっていきましょう。はい、早く持ってこいよ、はい、早く持ってこいよ。はい、はい、じゃあ福猫くん、はい、今ここに3つ持ってきたのね。並んだね。並んだね。すごい好きなんだよ ね、 僕ね好きだね。めちゃめちゃ好きなんだよね福猫くん、うん、好きだよねこういう服ね。あれね、あれだからね、いつもね、あのね、ケイズさんのね、あのクローゼットをね、僕覗いてるんですけどね、もういつもね、久しぶりに見たけどね、これね、いいね、やっぱりね、これいいね、やっぱりかっこいいよね。かっこいいよ、かっこいいよ、うん、で、さっき僕が言ったように、はい、ミリタリーというイメージの商品って、うん、僕の中では、うん、こういう清掃服、うん、軍隊の清掃に使われる服、これがまあ、その軍の清掃服なんだけど、うん、式に出るとか、そうそうそう、そういう時に、あの 正式な清掃ってことね。そう、清掃服なんです。なるほどね。で、戦闘服とは違うわけですよ。はいはいはい、戦いに行くだけよね。そう、戦闘服っていうのは、うん、もっと動きやすい服じゃないとダメなので、うんうん、なるほど、うん、もっとジャンバーに近い形だったりだとか、うんうん、まあパンツもそうだし、機能分を兼ね備えていないと、うん、ダメな服に対して、うん、こちらの清掃服に関しては戦闘をする時の服ではないので、うん、こういうジャケット、まあね、テーラードみたいなものに近いものでいい、まあ、あれだもんね、フォーマルな感じでもね、これが本物で使われていたもので、うん、あ、これ本物なんだっけ。本物です。 あれだ、軍のお下がりじゃねえけど、そういうやつか。そう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 、うん、軍の古着なんですけど、うん、はいはい、でこれをまあアパレルメーカーさんが、うん、アレンジして、うん、いわゆるミリタリー系ファッションっていうものを作ろうとすると、うん、こういったアレンジになったりだとか、うん、まあこういうアレンジになるっていう風になるものを、うん、まあミリタリー系ファッションの中の一つとして、うん、制服タイプのもので、ね、うんうんうん、で次にまた違うものを持ってくるので、うん、出てくれる、うん、ごめんね、待ってます、待ってます。はい、はい、今度も3点用意しました。すごいじゃん、迷彩じゃん、迷彩。そうですね、完全になんかこういうの見るとさ、うん、なんか軍の服って感じするよね。そう、うん、ここに持ってきた3つが、うんうん、さっき福猫くんが質問していた、うん、アーミーって言われる、うん、陸軍がはいはい、使うようなものね、うんうんうん、なので、うん、迷彩柄が多い。そうね、でしょ、もうこういうのはやっぱりなんか軍服って感じするね、うんうん、こういうものはかっこいいな。やっぱり戦闘服がベースなので、うん、そうね、袖も上がりやすいしとか、うんうんうん、っていうことがいっぱい考えられていて、うんうん、さらにこの迷彩という柄を使うことが多いのは、うん、陸軍なので林とかに隠れて、うん、あー、なるほど、カモフラージュってよく言われるんだけど、カモフラージュって今迷彩っていう言い方、うん、あんましないで、カモフラージュって言い方するもんね。まあカモ、カモとも言うね、カモって言うね、うん、カモって言うんだけど、うん、カモ柄って僕たちは言うんだけど、うん、こういうものをアーミーというくくりのアイテムであると、うん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 、さっきのものとは随分違うよね。全然違うね。さっきのはさ、うん、やっぱりその清掃だからさ、動きづらいよね。こういうのはやっぱりね、動かないといけないから、やっぱり動きやすいよね、うん、サイズ感も違うしね。で国によって迷彩も少しずつ、うん、色柄が違うっていうのもちょっと面白いんだよね。何軍ってあるの、これはさ、これはさ、うん、どっちかっていうとイメージとしてアメリカ軍、うん、でこちらとしてはまあドイツ軍に近いかなっていう感じの迷彩、うん、なるほど、うん、ここはスイス軍かな、うんうん、スイスもすごいね、なんかエグいね。そのヨーロッパの方っていうのはやっぱりアメリカ軍と違って、うん、少しこう
赤い色が入ってるんですよね。うん、そうだね、うん。赤が多い気がするね。赤とか茶色とかだね、多い気がするね。まあアメリカ軍の中でも、うんうん、たくさんいろいろなカモフラージュっていうのがあるので、うん、これ一つじゃないから。あ、そうだよね。戦う場所によって砂漠だったらなんかまた違う迷彩とかあるもんね。いろいろある。うんうん、なのでこれだけっていうことではないけど、うん、雰囲気としてはこういうものが、うん、アーミーとして言われることが多い。なるほど。っていうことね。なるほど、陸軍アーミーね。陸軍アーミーだって。次に、うん、海軍3つ用意するね、また。うん、待ってる。はい。はい。それでは、はい、今度は海軍の、まあ、代表的な服を3種類。はい。まあ少しアレンジがかかっているので、はい、代表的っている理由かどうかわかんないですけど、これも僕が好きなピーコートとタックルがあるじゃないのよ。そうですね、あの海軍の場合は、はい、ネイビーと言われることも多くてですね、はい、まあネイビーのアイテム、はい、まあ代表的なのがこのピーコートって言われる、有名ですね。有名だね。まあ、本物がご用意できなかったので、はい、メーカーさんがやっぱりアレンジして作ってるものなんですけど、はい、まずこのピーコート、はい、で次にこのダッフルコート、はい、ダッフルコートはもともと漁師が使っていたコートを、はい、軍が取り上げて、はい、そこから使い始めたって言われてますね。お、なるほど、うん、まあこんな白いラインとかはないんですけど、ダッフルコート、はい、まあダッフルコートも有名ですよね。有名ですね、うん、で次にこちらにあるのが、はい、まあダッフルコートを少し、アレンジしたフードを取ってショールカラーにしたと。あ、珍しいですね。それは珍しい、ね、ダッフルはもうなんかフードありきみたいな風に思ってたんですけど、うん、あれだね、珍しいね。その襟はない、それっていうの珍しいね。そうですね、うん、だからまあこういうデザインもあるっていう、うん、まあちょっと定番的な形ではないんだけど、うんうん、まあこの3種類、うん、でピーコートに関してはですね、特徴が本当はあって、うん、この襟がすごく大きく作ってあるっていう特徴があるのね、うん、でなんで襟が大きく作ってあるかっていうと、うん、船の上で風が来るので、うん、その風をこう防御するために、うん、顔を覆うほど襟が大きい、うん、というのがピーコートなんですよ。おお、そうなんだね、うん、あ、だからこんなに大きく作ってあるんですか。そう、なるほど。なので普通の、まあ、ハーフコートだったり、うん、まあ、ロングコートだったりよりも、うん、やっぱり大きい襟がつくっていうのが特徴なんだよね、ピーコート。なるほどね。次に、はい、空軍の服を持ってくるので、はい、少し待っててくださいね。待ってます。はい、はい、今度は2つしかないんですけど、はいはい、本物はないので、うん、メーカーさんがアレンジしたものを持ってきました、うんうん、はい、でこれが空軍、うん、まあエアホースですね、はい、の方で使われているような軍服のアレンジになります、うんうん、これが MA1、うん、結構有名ですよね。有名だね。 MA1 っていう形、みんな知ってますよね。みんなも知ってるよね。みんな知ってますよね、うん、結構知ってる方が多いと思います、うん、MA1 は本当に有名だね。で、うん、こちらが B3、うん、まあ、ムートンとかで本物はできてる、うんうん、本物はムートンとかでできてますけど、うん、これはアレンジなので、うん、不白みたいなものでできてますね、うんうんうん、これはデニムなのかな、うん、これはブラックデニムでできてますね、うんうん、それは B3 っていう名前なんだね。軍服の場合は番号が振られていることが多いので、うん、番号が名前になってるってことはね、名前になっていますね。服の名前がね、うん、そのまま使われてます、うん、なので B3 だったりだとか、あ、そっか、これも MA1 だ。だから MA2 とかもあるのかな。 MA2 聞いたことないよね。 MA2 は聞いたことがないな。ないね、うん、でもきっとあるかもしれないよね。そうだね、うん、こういう類を、まあ、フライトジャケットって言ったりもしますけど、フライトジャケット、ほうほうほう、うん、これが空軍で使われるようなイメージです、うんうん、はい、はい、それでは、はい、最後にまとめなんですけど、うん、はい、さっきの福猫くんの質問は、うんうん、ミリタリーとアーミーの違いでしょ。そうです。で、分かりやすく言うと、うんうん、
ーミーはこれで、うんうん、でミリタリーっていうのは、うん、この総称なんですよ。おー、なるほど、うん、そっかそっか。というふうにこうミリタリー系ファッションなので、うん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 、全てのものに当てはまるんね、うんうん、ミリタリー系ファッション。そっか、陸軍も、海軍も空軍も、うん、このなんか制服も清掃も、うん、軍用だ、ね、軍用のものを、うん、まあミリタリーっていうわけですね。そうなんですよ、はい、分かったよ。なので全体を指すというイメージの方が、うん、ミリタリー系ファッションっていうのが正しいかもしれないね、うんうんうん、なるほど。じゃあアーミーって言われたら、陸軍のお洋服をモチーフにしてるよとか、そういう意味なんだね。すごくめんどくさい人になってくけどね、うんうん、いいと思うよ僕はめんどくさい人になったからね。そうだよね。これで福猫くんの質問に対しての説明は以上です、うんうん、少しは分かってもらえたでしょうか。分かりましたよ、はい、結構すっきりしたね。全然違うってことだね。そうだね、うん、勉強になる。